俺は二代目宮部を全国展開するつもりだよ。社長、私が社長の夢を叶えてあげます。残念だけど、あなたが好きなのは私だよ。俺があなたの親父を聞いたんだよ。お前は黙ってろ。おお、君が宮部新くんか。君に会いたかったんだ。ダースダースダース。葵、俺葵が好きなんだ。悪いことをしたら罰を受けるべきだと思います。父にそう教わりました。こいつは世間知らずのどうしようもない息子です。でもかっこいいです。信念を持って生きろと言われました。自分の信念に従ったならこれ以上私が言うことあるよね。お前がフランチャイズ、隣に有能なファンドマネージャーが必要だ。俺の資産運用は宝くじにぶっ込む。葵、お前何してるんだ。酒入ってて。俺、桜木社長の元を離れる。東大に、長屋に行く。あなた、言うか。警察にリークしたのは私だよ。何か理由があったのか。百刀番と間違えて119に連絡してる。愛沢先生、ドクターディフェンス、タイムリープ。俺はおしまいです。よし。刑法第176条、大人たちに支配されるな。